ロバート・ビーファン・バルカンバーグロバート・ビーファン・ファルケンブルグはニューヨーク代表のアメリカ合衆国会議員。南北戦争では北軍の将校だった。幕末日本に駐在し第三代アメリカ代理講師を務めた。ファルケンブルグはニューヨーク州スチューベン郡のプラッツバーグに生まれフランクリンアカデミーで学んだ。そこで弁護士の資格を取りバスで弁護士を始めた。 ファルケンブルグは1852年と1857年から1858年の間、ニューヨーク州議会の議員だった。南北戦争ではエルマイラで兵員募集の司令官を務め、戦争初期に17もの連隊を作った。ファルケンブルグは共和党議員としてアメリカ合衆国第37議会及び、 第38議会の1861年3月4日から1865年3月3日まで、勤めた。同時期、ホワイトハウスで、義勇軍の議長も務めている。彼は、ニューヨーク志願軍の第117連隊連隊長も務め、アンティータムの戦いでは司令官になっている。ファルケンブルグは戦争中の1865年に、インディアン担当委員会委員も務めており、 1866年1月18日から1869年11月11日まで在日本アメリカ公使も務めている。全任のロバート・ H ・プリュインが任期満了の半年前に帰国してしまった後、ウィリアム・スワードが指名した公認候補二人に断られ、スワードの友人であるファルケンブルムが承諾したが、任命から半年以上過ぎた8月の来日となった。在任中、 母親戦争を戦う明治政府に軍艦ストーンウォールの売却を圧戦している。日本から帰った後、ファルケンブルグはフロリダ州に住み、1874年5月20日からフロリダ最高裁判所で副裁判官を務めている。ファルケンブルグは死ぬまでこの職にあり、1888年にライブオーク近郊のスワニースプリングスで亡くなっている。遺体は ジャクソンビル南部のセントジョーンズ川南岸にあるニコラス墓地に埋葬された。ありがとうございます。